チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。モンスターハンターライズが本気を出してきた。まさか今日ソニックコラボだなぁと思ってみたら見てくれ。これ、全部違うイベントクエスト。まず、おそらくこれソニックコラボじゃないかなと思うんですよ。そうだね、自由気ままなハリネズミ。で、これ、貝バージョンのイベントクエストもあります。そして、見覚えがある名前。主リオレイヤ重大事変。おい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 。これ、つまり、二段階強化主リオレイヤってことですかね。熊のプーちゃん。あれが特別なクエストだったのではなく、この重大事変っていうのは、いわゆる、超強化モンスターってことなんですね。ちょっと楽しみですね。多分ね、モーション変わってんだよ、やっぱりこれ。だから、熊ちゃんもそうだったけど。で、さらに、水清ければ月宿る。これ全く関係ない。今週のイベントクエストなんですけども、これ、私は海や川の奥底に眠る古代のお宝を探し求めるトレジャーハンター。でも狙ってた場所がモンスターだらけで潜れない。私が潜るときに愛用している重ね着装備の素材をあげるから狩猟してくれないかしらってことで、重ね着装備の素材もらえちゃう。というわけで、この水清ければ月宿る。これもしかしてワールドの時にやった、ダイバー装備じゃない?ダイバー装備なんではというわけで、ちょっとびっくりして装備切り替えるの忘れてたんで、せっかくね、昨日月光体験強くなったから、月光体験で行こうと思います。いやーすごい。さらにね、もう一個、今回で全部行っちゃうと、チャレンジクエストに3頭討伐クエストが来てるんですよ。これ、なんか特別な報酬あったりするのが、さすがにチャレクエだから特別な報酬はないかなと思いますけどね。これどっかのタイミングでチャレクエ全部またクリアしておくと、連達の髪飾り、耳飾りだっけ?こっちのね、闘技大会クエストの、全クリア報酬みたいなのと同じようになんか追加されてる可能性あるよね、どっかでね。まあ、さておくとして、行ってみよう。いやー、来たな。あとね、なんだっけ、なんだっけ、なんかもらえるよ。なんかあ、ここなんだ!ここかい。てっきり、なんか、状況的に水没林かなって思ったんだけど、ここでしたね。久々だな。あれ、ちょっと待て。モンスター強いのかもしかして。今ちょっと、通常モンスターだろみたいな感じで。そんな強くないやん、ないのみたいな感じで来たけど。もしや強い?大丈夫?というわけで今日はたくさん動画が上がるかもしれません。全部今日上げられるかどうか怪しいけどね。楽しみを切った。久々だね。っていうか、ここにいるなここにいるなここに、ジュラトトスくんいるの?ジュラトトスくん、ここ出れるんだ。お前どうやって来たんここまで。どうやって来たんっていうか、ただのジュラトトスかなあかん。ちょっと待って。まさか、こんなところで、ジュラトトスと、体験で戦うことになるとは思ってもいなかった。これ、この3匹やるんだったら俺は、当たらん !3 匹やるんだったら俺は、体験じゃない方が良かったのでは。どっこいしょどっせい今日はいっぱいやることがあるんだ。まずは貴様を、これでちょっと待ってお前主じゃないよな。今なんか、糸切らなかった?え?主じゃないよな。お前主じゃないよな。どっかで落ち着いて、一回あれを見たい。なんか、ステージの色も相まって、こいつ本当に、あれかみたいになってきてますね。ちょ、待てよ。これ、装備、私ね、今ね、装備ね、フルバルファルクなんですよ。なんで、防御力相当高いんですけど、なんか思ったよりダメージ受けますね。もしかして、全員強化型ですか?いや、でもそんなわけないべ。だって、星確か1個下だったよね。あたらおだっせい機動体験見せてやるぜ。ああ、難しい。双剣という自由自在の装備で甘えていた私には、厳しい。よしナイスマイこのままお前を、叩く嘘だよし、ナイスこの体験は切り切った後にも当たり判定があるのがいいですね。証拠判定難しいんで。だっせ、やっぱたまには違う武器も練習しないと、明らかに、双剣よりもダメージが出せない。厳しいよ。よーし。終わった。もう捕まえよう。はい。まあまあ、そんな強くなかった、さすがに。ああ。ただ攻撃力はちょびっと上がっているかもねっていうとこですね。さあ次は、磯根三国だ。最近のイベクエストではあまり戦っていないモンスターたちといったとこでしょうか。ドッセイ！これはでもあれだね。ラスボスとかはちょっと強いけどっていう人にとっては、結構、報酬ありきのクエストとしては難易度高いんじゃない？戻り玉等々を持ってこようね。苦手な人はね。報酬あるから、俺の会社！まあ、合気クエストでも、あれか、2匹選んでるとはいえ、ラージャン戦ってたからな。磯根三国さん、難しい。体験使いってどうやってんだ？どうやって測ってんだ？おらな、俺も体験は、過去体験を使っていた男だ。双剣なんて、双剣ってね、武器の中では、まあ、新しいっていうかね、一番最初に追加された新武器だから、私はね、双剣に対してね、くそ、みんな新しい双剣ばっか使いやがってっていう、そういう面持ちで、どこが無敵なんだ？どこが無敵なポイントなんですか？バーマを、こいつで、そして、この方向転換自由自在のこいつで、よし、当たると倒れる、素晴らしい。いけ！こっからが、剣使いといった感じの動きを見せていきたい。狙っていく！素晴らしい！ガッツンガッツンと、よろめかせていく。これこそ体験。惜しい。そして、当たんなかったな、弱点にはな。弱点にうまく当たるとね、すごいボコボコ倒れるんすわ。火力ちゃんと上げてやると。たまってください。眠るわけにはいかんぞ。かっこ悪い。そう、よし。かかってこい。ダメでした。磯根三国、我が体験により、お前さんの人形肉を食らい、ダッセイ！ここから、名前忘れちゃった。これでキャンセルを入れ、さらに、押し続け、そして総流、かっこいい。今のは体験使い。だ。はい、ゴン。一匹しかいないからな。ゴンゴンして終わりだ。ゴン。そしてダウンを取ったところによ。決めていくぜ！体験！ドーン！やっぱ使う武器によってなんか実況のリズムが変わるな。決まっている！いいね。当たってます。いいよ、弱点当たんなくてもいいよ。いいよ。どっこい。そして、決まってくるか。どっこいしょー。今のは言いながらだ。いつのみくに、ありがとう。俺さっきボルボロス、はいだっけ？はい、なかったかもしんない。さ、最後は玉光。この場所なんだっけ？極戦鏡か。極戦鏡にはなんか玉光やったらめったら出てきますね。主だったり、普通のやつだったりね。お前さん、あれじゃない？全極戦鏡クエストにおける、フル登場なんじゃないの？なんかある？君、ここの極戦鏡と因縁が。違ったか？フルじゃないか？いや、でも、主、玉光も確か、出てるし、3匹討伐の時はいなかったかな。だがよ、玉光さん、あんたはそれでもね、やっぱりね、なんやかんやね、戦うことが多いからね、この体験とはいえ、ちょっと待って、早いな、玉光さん。届け！こいつのこのリズム、やはり磯根三国とは。嘘！なんでそれは結構できないの？いいぞ！届かない！リズム難しいね。どっこいしょ！決まっていく！こいつで、詰めて、切り、そして、月光、体験！まあ、これだったらもう新ためでもいい感じもするけどね。カウンター狙えてないからね。よっしゃ来てるぞ。体験来ている。この切り上げもたまには使ってあげようね。いてだが難しいな。やっぱここ、強切りから月光に入るのがね、難しいわ。鉄柱主義を使ってなんつうの、突進してからだったらいいんだけど、その場で立ち止まってる状態で、モンスターの次を狙うって、難しいね。まあ、それでも、当てやすい方だと思うけどね。よーし、来た。なんか攻撃して。これで、ドン！素晴らしい。当たれば、ほぼ、ダウン確定。2、3、ファーよし、来るぞ。来るか？1、2、あーダメだ、難しい。ああ、麻痺っている。ナイス麻痺。あーっと中に入り込みすぎてしまった。がしかしよ、がしかし、がしかし、いけ、届け、届かない、届かない、難しいよ。よし、2、3、あら、痛いない。これためがちょうどピカーンって光った瞬間が最大火力になってるはずなんだけど、なんていうの、他のエフェクトと被ってると自分の感覚だけが頼りだから、そこ難しいね。よし、行くぞ。せりいえあんな、1、2、3、ファー、決まった。弱っている。これを繰り返して無敵を、ああ、方向転換を、方向転換に月光山と、このなんだっけ、ダッシュ切りの派生ね、していくんだよ。いいぞいいぞいいぞ、これね。これで方向転換していくんだけど、この次のに一発目が方向転換効かないから、届いてよし、お疲れ様です。ああ、まあでもなんか、あれですね、私みたいな、プレイヤーにはちょうどいいクエストだな。新しい武器練習するには。闘技場感覚だし、モンスター3匹だし、で、割と動き回るモンスター。だからね、新しい武器で、リズムつかむにはいいかもしんないな。多分1回じゃ作れないけどね、鍛冶屋で見ていきましょう。さあ、報酬は、こう潜水チケット。わあ、ダイバーっぽいね。見に行こう。どのイベクエストでもほんとマジで14分。何でやっても14分だな。まあさすがに双剣でやったらもうちょい早いかな。って言って14分だったら笑うんですけどね。ただソニックのコラボ装備もダイバーっぽいっちゃダイバーっぽかったから、それかな。アーサー号機。あ、ダイバーだ。来ましたね。これダイバー装備だ。俺完全にこれマリンザクなんだよな。あー、ダイバー装備か。待って、女子のダイバー装備見たいんですけど、これは欲しい。これ欲しいな。あ、いや待てよ。1枚で作れる。1枚で作れる。やったぜ。え、重ね着。あれ違うな。1枚じゃ作れねえか。1枚じゃ、違う。あ、1枚じゃ作れない。5枚必要だ。あ、でも頭かっこいい。あ、これかっこいいわ。この頭に似合う。いや、忍びっぽさ出てきた。いや、今回のソニックコラボと合わせてちょっと忍び、これバージョンアップできんじゃん。かっこいいね、これね。というわけでね、今回はめちゃくちゃたっぷりイベントクエストあるんで、皆さんもぜひともといったところ、それではまだ今日また会いますね。それでは。